来たよ。あそこに泊まるんだよ今日。そう、あそこに泊まります。えなさん、お城見たい。お城じゃもう着くの？もう着くよ。早っ。到着しました。到着。久しぶりに。うわすごい。見て見て見て、あれ、はい、お城、うん、まずいまずい、行きましょうか。お城、はいはい、明日はもう多分雨だから、ね、今日のうちにもう回る勢いで行きましょう。はい、はい、城だ城、これまさに城だよ。ホテルだったんだ。ホテルじゃねえよ、城だよ。はい、行きます。行ってらっしゃい。この朝日は早く、これはすごい人だよ。まあこの天気がちょっと心配ね。すごいね、平日すごいわ。学校休んでる、みんな保育園も休んでるよ。はい、終わり。え、入園完了ということで、久しぶりに。どこに向かってんだ？俺ディズニーわからないからさ、マオに任せるよ。もう ミッキーに会えますよ。ミッキーに会えますよ。ミッキーの家終わったらミニーの家。ミニーの家ってあんの？ねえだろ。あるのか。あるんだ。ミッキーだけじゃねえんだ。餌？餌？あ、だから餌の匂いしてたんだ、本当に。ミッキーのペットでしょ、これ。ミッキーの餌じゃねえだな。ミッキーは餌とかじゃないんだよ。餌は食べない。食べ物っていうんだ。じゃミッキーの中に犬がいる。みんなそこに立って。え？こっちでいい。ミッキーの服いっぱい。あ、ミッキーの服なんですか、あれ、ね、あ、これミニなんだ。緊張してんじゃない？すごいそわそわしてるじゃん。ここで待ってて。大丈夫ですか？はい、大人の方もぜひご挨拶してしまった。よくちょっとめくれてるのミッキーが、バイバイ。お顔がみんなちょっとおやつピンピンで直すの。さあ、思いっきりザビセリックなんです。はい、ではお待たせしました。どうぞ。いいよ、いいよ、はい、おはよう。次無理だね。やった。2人で2人はしていないでしょ。いいですか？よかったね。また遊ぼうね。どうだったミッキー？緊張した？緊張だったよね。緊張したでしょ。あ、出ちゃった。ミッキーの家、終点。大きい家だな。行ってらっお前それどうちゃんと やればいいの？なんで外した？大丈夫か、レミエ？エナ大丈夫か、その前に。エナ来たね。あ、おととしか。怖くて乗れなかった。ちょっと前がなかった。長なかったね。
でもみんなで乗るんですよ。うん、一回乗っただろ。大丈夫か。でも怖いな。今回は大丈夫なの。まあ怖い。市内一番大丈夫。大丈夫。ちょっとテープとレミの大丈夫って言うことなんだけど、レミ大丈夫じゃない。もう何しそうになって。大丈夫か。やばい。大丈夫って。だね、どうだった？ん？いや、怖い。お前何なの？もう一回乗りたい？乗ってくるかじゃあ。いやだ、乗らない。死なない。大丈夫だと、みんなに大丈夫だとかって言ってる。もう乗らない。もうダメ、前乗ってる。あ、お前乗ったの覚えてねえんだべ、あの時怖すぎて、もしかして言葉出なかったんだよ。そう、めっちゃ濡れてるね。めっちゃドキドキしてる。うん、ね、どうしたの？何してどうしたのよ。何？パパ、え？怖いです。あ、これ二人乗りじゃなかった。二人乗りっつうか、さっきのと違うんだよ。はい、行きます。バイバーイ。あ、皆さん、こんにちは。バイバーイ。花振り傘にパオーと挨拶しましょう。せーの、パオー。答えてくれました。でも全然パオーに聞こえません。先生、正しい発音お願いします。さすがネイティブ、上手ですね。大当たり。こちらのゴリラとワニ、昔はジャンケンに夢中でしたが、最近新しい遊びを思いついたそうです。その名も、いないなーいバナナー。本物だよ、当たり前じゃん。明らかに嬉しそうではあるのが、しましまのシャツを着ている方、今すぐ隠れて。隠れろ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 。あの方たち、実は昨日の私のお客さん。キリムスカの皆さん、船の左側に体重かけて、左側、それは右側、左側、こっちですよ。ありがとうございます。誰らと仲良くするには、踊りを真似するのが一番。ほら、あの踊り。はい、皆さん、リズムに合わせて、はい、体を上下に、はい、ジャン、ジャン、グルル、ジャン、ジャン、グルル、レッ。またジャングルクルーズの旅に参加したいという方、はーい、ありがとうございます。いつでも遊びに来てくださいね。楽しかったね。楽しかったね。怖いわけねえだろ。鉄砲売ってたね。大丈夫、疲れてない？死に行くよ。死に死に行く。前ここで写真撮ったよね。
これもう一回撮れば、前夜撮ったやな、撮れました OK、 はい OK だそうです行きましょう、 C に行きましょう、一旦グッバイ。何？止まんないもんね、ここ。止まるわけねえだろ。ここだから城だって言ったやん。え、だってママ行ってたんだもん。ホテルじゃないんだよ、ここ。城だったの？そうそうそう、城なんですよ。そうじゃない、騙しなきゃ。え、何なの？ここに泊まるかと思ったから。泊まりたかったの？なんで？なんで？何？でかいから。何？次のベースステーションです。12時です。久しぶりに。思い出しましたか？思い出した？チナ、思い出した？エナ思い出した？あれ。思い出したです。必ずここで写真とか撮るよね。おいしい。おいしい。ただいま、ミッキーの形になるから。あ、アンケート答えたらこれもらえて、誰欲しい、これ。死なん残していかないでしょ。え、だって死なん言ってた、あ、いいって言ったの。それはお前小食だよね、本当に。お前は食い過ぎだしな。ちょうど中間だ、もいいな。野菜処分係お願いします。野菜処分係。ダメなんだよ。野菜食べないとダメだって言ってるよ。まあ、生きがいないの本当すごいと思う。無理してないの、どっちがお姉ちゃんなんだっていう。そうですね、簡単、まあ簡単というか食べれるっていう。普通にミネラル野菜な。え、はい、はい、だってレミ先生お前やめろ、何言ってんの。どう、え、楽しい。エナどこ行った、エナどこ。あんなエナどこ行った。あれ、エナだぜ、いないよ。これ乗れば引いてない。分かんないね。あ、乗るの、乗る、みんな乗る、乗る、乗るよ。パパ乗りたいな。乗りたいな。
本当に乗るのええな。あれジェットコースターみたいなやつ乗ったことないけど。いやジェットコースターまで行かない。回転するみたいだよ。うん、前乗った横浜っ子そのワールドもあるよりは怖くない。いや怖いよ。360度回転するから。後ろっぽ。だってエナが乗りたいって言ったの。さあエナどうする？行くヘバ。行くわ。あ、うん、よし行ってきます。行ってきます。心配。まあ。だって死に当たるんで。死に当たるわけないじゃん。怖い。すごいエナ。えらいじゃんエナ。あの横浜のあれの方が怖いんで。コスモの。あのガタガタって言って。あれの方が怖いの。ね、300ルお落ちるとき若干怖い。怖いっていうか。まあそんな感じだよね。スプラッシュが何回か続く感じって感じで。疲れてんのか。発注者は。何だのこれ。レミ八な。レミちゃんで、チナ、チナ、レミ買った。え、何何戦だった？忘れた。でも数多いのは勝ちなんだよね。どっち勝ったの？メダの方じゃん。メダの方。え、何か数多い。じゃあ、でもさ、オールされた。チナ勝ったよ。こっちはチナが勝ったよ。長く。適当に言ってるつもりが結構当たってたんだろ。今年勝つもんね。もう1回乗ってもいいんだよ、これならね。え？これならもう1回乗ってもいい。眠気冷めだろ。長くしてみる。強くね。やっちょい潜されてね。緊張したべ。あ、まあ、やるな。締めされる。いいね。日本美で。もうすぐここにダーフィーいるんだから。ダッフィーありがとう。またね。遊びにいらしてくださいね。ダッフィー、かわいいダッフィー。どうでしたか？かわいい。ダッフィー一番かわいい。何好きなのか？眠気布団だが、チナ大丈夫？あ、降ってきた。ん？レミ大丈夫？眠そうにしてたけど。雨降ってきたから。ダッフィーのおかげで、眠気喋った。さあ、どうする？チェックインしますか、うん、チェックインしよう。ホテルに。素敵な海だよ。素敵な海だってね。ねえ、ベーさん、チナ、チナ、チーさん、チーさんって、はい、素敵な海です。さっきから入ってて、はい、すみません。バーンもね。
出ずに。まだ雨がないわ。まあいい時にでも終わったんじゃないですか。まもなく離島エリアに参ります。ダメだし。次は東京ディズニーランドステーションです。おー、普通で天気予報が外れなかったじゃん。広いと思わなかった。でもね、こっちもちゃんと洗えるよ。ほら。うわ。嘘だろこれ。こっちもさ、セミナールは。これ5人泊まるホテルじゃねえだろこれ。さすがディズニーだね。で、ランド見えるでしょ。フロートチャ、フロートとでちゃんと分かれてる。フロートホテルどっちかな。いや、これ広いね。家より広いじゃんね。まあ平屋的な感じで言えばね。ここちに行った。フロも2個あるの。うん、ケケチもある。どこに行った。ちのどう、パパちに行った。いや、気に入ったっていうか驚いてる。ちょっと来て。電気つけて。電気洗面であるでしょ、うん、なんでそんな場所入れんの。ちょっと興奮してるんだよ。だからさあ、今日はどこに寝ますか。お、不眠症だからどこでもいいや。ほら、こっちにもトイレ。ああ、部屋2つだよ、これ。みんなで。いや、これ部屋2つとか、部屋4つ分ぐらいある感じするんだけど。いや、これでも、これで十分でしょ、だって。ここで、このスペースで。ここだけだと思ったの、そっちの奥に。うん、あ、これでひげーって思ったんだって。あ、広いなと思ったの、ここを見ただけで。さらにそっちにある。そしたらこっちにあるって、これ想像以上だよ、これ見て。あ、これやばくない。ここにもこうやって入れるじゃん。あ、そこに寝ればいいじゃん。すっげえ、いった。気をつけ、あんまはしゃげばね、事故を起こすんだよ、ほら。うわすげえ混んでる。ママ見て見て、すっごい混んでる。うん、怖くねえか、お前。ちな、気をつけろよ。怖いよ。もういいよ。パパ
ここにいるっていうのは、いや、そこにはいないと思うな。あ、なんかそうだ。ここ出すなよ。います。いけ。もういいみたいだよ。もういいみたいだよ。じゃあそれぞれ違う場所に。じゃあ次回。あ、いいけ。嘘だろ。なんでさ、したの。いや、なんかさ、たまたま見たら、なんかこう、たまたま見てもしまったのこれ。もういいみたいだよ。見つけた。早い。早いね。いや、すごい、そこだったら結構見つかんねえかなと思ったけど。乾杯。こういう時は乾杯だ。東京2日目、東京というか、はい、今日千葉だけどね、僕は。まあ同じもんだ。あ、お腹空いたでしょ。あ、当人疲れたでしょ。食べて食べて食べて。これ餃子とか太るから。えな好きだけど。うん、パパとその、パパ今まあまあよりや、あの、や、痩せるから。ね。もう昨日でだいぶ太ったな。まだ今日でも。やべえ、昨日泥酔したからね、ほんとに。ああ。なんかこう、めっちゃ。めっちゃ、あんなよろけたことな。うん、2回目ぐらいじゃねえか。シンデレラショーを見ながら夕食と。いいね。そんな言うことないわ。パパおじさまみたい。あそこに座ってるから、おじさまね。椅子に座ってるから。パパがこうやって掴むとおじさまみたい。確かにね。いや別におじさまなんだから。ママ、今日はそこに寝ようと思って。え、枝もそこに寝ようと思って。え、ちなみにそこに寝ようと思って。嘘つくな、本当か。え、ちはこっちに寝るって言ったんじゃん。いっぱい寝るとこあるからね。じゃあじゃんけんして決めれば。じゃあママと買った。あ、買っちゃった。じゃあ私のもこれ行って、でレミとパパで寝る。レミとパパで寝るか一緒に。大丈夫だって。なに、なに、なんて言った今。パパがいい方が心強い。ね、大丈夫だからレミ一緒に。そしたら不眠症治るかもしれないから。じゃあさ、でもレミに移るかもしれない。いや、移んない、移んない。何か噛んでくれる。助けてよ。何、うわって。無理これ。何が今日絵なのかやつ。後ろ右に、後ろ右に。